85号では台枠の左右に給水管を取り付け、さらに台枠の四隅にステップを取り付けます。今回付属するパーツです。給水管2の突起に接着剤をつけて給水管1と接合します。まっすぐになるように固定してください。このセットを2セット用意しておきます。残った給水管1、2本はまだ接着しません。次に台枠の裏側に給水管を取り付けます。パイプフックに組み立てた給水管2の方から差し込み、突起部分に接着剤をつけて残りの給水管1を接合します。反対側も同じように組み立ててください。次に給水管固定具で給水管を固定します。固定具の下面の突起に接着剤をつけて台枠の穴に合わせて取り付けます。左右とも取り付けてください。固定具がついたら給水管を差し込んでおきます。そうしたら反対側の固定具の穴に給水管を差し込んでから台枠に取り付けます。次に台枠の四隅にステップをネジ4本で取り付けます。取り付ける向きをよく確認してください。最初からネジを固く締めずにネジを全部軽く止めてから最後に曲がっていないかを確認してネジを本締めします。他の残りの隅にも同じ要領で取り付けてください。これで台枠に給水管とステップがついて85号の完成です。